もうリバウンドと関係ない体型になってるからね、今ね。もうリなんてついてない、バウンドだよ、今の体型は。だからね。いやー、辛い。ダイエットって辛い。こんなに辛いのね、ダイエットするって。よから笑顔で毎日おはちょりもんちょり笑顔に勝る化粧をなし後つ料理に万事笑いあり涙ありの配信こうやってご飯食べてるのがうまうん、悪口言わないとこか、うん、なんかさまあ店のやんお母さんとうん、離れていった人もいるじゃん。離れ、うん、うん、その奇跡、うん、そういうもんですよ。性格悪い。もしもし。おはようございます。おはよう。おはようジュリです。何みのりちゃん朝聞いたんだけど何があったの？いや言ったら違う本当に言ってないです言ってない言ってない。あの軍曹に聞いた方が早い。なんかラインが暴露されてたみたいな。あなんか絵文字あのスタンプ。あのベストなんか行きたいとかじゃなくて。うん。あのママくん。あのママくんとこう会ってあのそばに行った時ああなんか岩手かなんかでやってたやつそう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 、ええ、でその後になその一緒にいたそのリスナーさんうん軍曹のリスナーさんと一緒にいてうんでたまたまその帰り際うんの方にたまたまその軍曹ほらいるまあホテルその旅館の近くにいたからあみのりちゃんがそう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 で、軍曹にちょっと連絡してみようかって話をああ、近くにいるんだよってそう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 、うん、で、みんななんか周りからみのりちゃんからその連絡したらそのリアと通ってできるんじゃないかみたいなああ感じになってうんなんか私からこう会おうって言ったわけじゃないのはいはいだ別に誘いとかじゃなくてね、軍曹は勘違いしてんのそれいや、勘違いはしないんだけど、うん、軍曹をネタとして言っただけであ、ネタなのそう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 本当に私を誘ったわけじゃないのでもなんであっちに、今そっちにいるの昨日帰ってきたの、私、岩手からなんで岩手にいたのなんかその、なんかリアトツうんそのママ君が東北にいる、その、なんか期間というかうんそう、まあ、仙台にほら来るのもうん、仙台から岩手に行ってで会えるならこう会いに行こうっていうそのリスナーさんと仲良くなったリスナーさんうんそうだからちょっと会える距離だからちょっと会いに行こうって話になってももくんしてないっすねみのりちゃん嘘つかないもんした人はしたって言うもんね言わないからねしてなくても
ちゃんとしてないって言うんだよ。本当にしてない。本当にしてなくて。いや、した人は知ってるけど、違うもんね。そういえば、最初に言うから、めっちゃ言われるの、ななちゃんのせいで。私のせいでないでしょ。ななちゃんのせいでね。いや、あちこち、あちこち、あちこち、男性配信者の横にいるからでしょ。めっちゃ言われるの。じゃあ、軍曹とは何もないのね。いや、ほんと何もなくて、私、ホテルとかの誘いもないの。あっちからも。そうももくんは？ももくんもない。お誘いなかったの？一緒に。ないで、うちのおじさんは？ない。お誘われた？うちのおじさんに。いや、ないっす。ない本当に？誘われたこともない。わかったわ。もう本当にやめてほしい。あれ、ツイキャスカフェは来てくれるんですか？あ、行けたら行きます。わかりました。行けたらで。これはやったね。やってないって。やってました。まあ何回も会ったことあるしね。は？そのメンツとはね。うん。仲良しだもんね。そう。多分ね、その軍曹の件は、軍曹に直接こう聞いた方が、うん。早い。そうね。うん。わかったわ。はい、うちのね、モンジュリスタッフなんでね、一応ね、みのりちゃんね、はい、粗相がないように。はい、なんか本当にもう怖い、奈々ちゃんリスナーって。怖くないよ。もう怖い。みんな寝てるでしょ。怖くて本当に大丈夫よ。じゃあまた。はい、ではでは。はい、では。はい、まあ問題ないってことでね。